やばい、緊張する。一番ね、一人できたりやってみたかったことっていう感じですね。いや、でも、あ、人いる、あ、生きる生きる、あ、頑張ります。はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、本当に緊張しました。はい、ということで今回はですね、人生初のぼっちディズリーの動画になっております。まさかのがっつり雨でございます。体育祭の振り返り休日でやってまいりました。めちゃくちゃ雨です。ぼっちディズニー、この日ですね、なんと降水確率が 5% でずっと雨の状態でございました。平日は駐車場が500円安いです。ランドリーの方、駐車料金2500円となります。こちら駐車券でございます。どうぞ。もちろんほぼものは運転してなくって、入り口までパピコと一緒です。パピコに車でディズニーまで連れてきていただきました。駐車場だけでテンション上がっているほのぼのさん、なんだかんだで9時半30分ロスしました。着きました。はい、ということでここまで送ってもらいました。今からパークインしてきます。前髪固めたいんで失礼します。駐車場は2階でミニーちゃんです。まだ1人じゃないんですけど、もうちょっとパークのねインするところまで行ってみて、今日はちょっとロングで行かせていただきます。結構人が多い。え、でもいつもよりかは少ない。駐車場がまんまじゃなかった。店長やけ、こんにちは、ほのぼのでーす。はい、ということでここからね、一人で行きたいと思います。はい、それでは、行っていきたいと思います。はい、行きます。足元に十分ご注意の上、黄色い線の内側にエクストどうですかね。結構違和感ない気がします。ここはね、雨なんでちょっとカメラがやばいんで、パークインギリまで時飛ばし。はい、ということで今荷物検査が終わったので、今からパークインしていきたいと思います。チケット取ったのが前日で、今すごくドキドキワクワクしてます。イエーイ。今日はめちゃくちゃ寒いんですけど、めっちゃ寒い格好してきます。はい、ということで今中入ったんですけども、なんと今日雨なのか人数が少ないのかわからないんですけど、スタンバイパスがないから通常ディズニーと一緒で普通に並んで乗る感じになります。で、私最初に乗りたいのはスプラッシュマウンテン乗りたいんで、あ、スプラッシュマウンテンでもやってるのかな、わかんないから、スペースマウンテン乗ってぐるってスプラッシュの方まで行きたいと思います。まずカチューシャとか欲しいから、お土産コーナーを見て行きたいと思います。雨のディズニーならではのショット。カワーン。カメラの画面見ながら歩いてたら、距離感つかめなーい。ということで今回は普通のミニーちゃんを買っていきたいと思います。それでは買ってきまーす。はい、ということで今ですね、こちらミニーちゃんのカチューシャ買いました。こんな感じでーす。ということで今からスペースマウンテン乗りに行きたいと思います。めっちゃポップコーンのいい匂いした。ポップコーン食べたい、めっちゃ。朝ご飯は食べずに飲み物とハッシュポテトをコンビニで買って食べてきたんですけど、ちょっとお腹が空いてるのでなんか食べたい。でもとりあえず乗りたい。すごい、めちゃくちゃ久しぶりすぎてやばい、ちょっと楽しい。待って、スターツアーズ何分？スターツアーズ乗りたい。全部乗れて全制覇できんじゃないの今日。さすがに無理だけど。今ちょうど10時です。はい、10時なので乗っていきたいんですけども、20分待ちだったんで乗りたいと思います。持ち時間20分だし、雨だったので室内の乗り物に吸い込まれたほのぼのでございます。それでは、いってらっしゃい。
今回のぼっちディズニーは編集もほのぼのがぼっちでやっております。いろいろいろんなね動画撮ってたんですけども、やっぱ一番スターツアーズが映えるということで長めにね動画使いました。スターツアーズぼのしぼっちスターズってなんだ。スターツアーズぼっちスターツアーズスターツアーズ。さあ好きなだけ撮っていいですよ。ちゃんと全部検査してるのか。いえ、そうもちろんです。うわ、これ見てすごい完璧なパッチング。セブルマっていう名前のパイロットに全額かけて絶対に勝ちますよ。スターツアーズ、君もスターツアーズ、ララ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 ラ。そう、その調子。ということで今乗ってきたんですけども、久しぶりすぎてなんか終わり方が変わってたんですよ。でもねめっちゃ楽しかった。次はスプラッシュマウンテンに乗りたいんですけど、スプラッシュマウンテン乗りに行きたいと思います。今日さ涙袋ラメつけたの。今すごくない？なんかやばいメイクしてるみたい。ということで次はスプラッシュマウンテンでお会いしましょう。なんかすごいめっちゃ漏れる。外が雨だからちょっとね行動は大変なんだけど、でも楽しい、めちゃくちゃ。はい、ということでですね、今トイレ行ってきて外出たらパラパラ雨になったので、私はもう傘を差すことをやめました。あのめんどくさいんで。で、あの今ね向かってるんですけども、ワンチャンスペースマウンテンが20分待ちぐらいだった気がする。スマホでさっき見たら20分待ちだったんですけど、今どうなっていくか分からない。やっぱさ今日雨だからさ、室内の乗り物がめっちゃ人気。エリアが変わったら、雨が降ってくる。どうも。なんかこっち側来たら雨が強くなったので、また傘を差すことにしました。でですね、今向かってるんですけども、やばくない？だってさめっちゃ濡れるじゃん、スプラッシュマウンテン。やばくない？濡れに行ってる人じゃん。今ビッグサンダーとかあのスプラッシュマウンテンとかってめっちゃ空いてると思うの。ぼっちなんでちょっとみたいな感じ。はい、ということで着きました。乗っていきたいと思います。10分待ちだよ、すごくない？雨だからやっぱさみんな乗らないのかな。10分待ち乗ります。エクステをつけてきてるから、それが飛んでかないかだけがすごく心配で、超怖い。やばくない？エクステ飛んでったらマジで申し訳ないじゃん。エクステだけ飛ばないことに乗ります。お帽子カチューシャは外して、リフトの背中から下ろして、ラックの状態でお進みください。レインコートの下にはお荷物ないか、お願いいたします。はい、ということでですね、今乗ってきたんですけど、見てやばくない？前髪3本なんだけど。写真をね撮ろうと思ったらなんか映らなくってダメでした。あ、でもさ落ちてなくない？すごくない？しかもなんか違うの、なんかあのめっちゃ止まったの、頂上でてっぺんで、でなんか待たされてやばい本当に。しかも今日雨だからさ水がさマシマシになってて全部がやばかった。超濡れたんだけど最悪。でもさ私今日雨だと思ってキープなんてなみたいなやったら落ちてない？すごくない？神、普通にすごいと思う。朝から何も食べてないって言ったじゃないですか。お腹が空いたのでアリスの場所に行きたいと思います。
はい、ということでですね、トイレ行ってきて髪の毛とかを綺麗にして、綺麗にっていうか乾いてないから何もなってないんですけども、綺麗にしたので、ご飯をねさっき食べるって言ったんですけども、食べ歩きのもの食べたいなと思って、肉巻きおにぎりがあったと思うので、その場所に行って肉巻きおにぎり食べたいと思います。はい、食べます。はい、ということで買ってきました。飲み物とポークライス、いただきます。ポークライスロール、これね、めちゃくちゃ美味しいの。ドリンク。はい、ということで完食、退院しました。やばいね、カササダイって言うんだよね。本当に、あの最悪。はい、ということでですね、ちょっと私、一回やってみたいことがあって、シンデレラ城の前でさ、写真撮っていただいてもいいですかっていう風に言って、ぼっちの写真をちょっとね、サムネをね撮ってもらいたいと思うんですけども、まず多分雨だから人が少ない気がするけど、あ、でもいる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 、頑張って声をかけて写真を撮ってもらいたいと思います。やばい、緊張する。一番ね、一人できたらやってみたかったことっていう感じですね。あ、でも、あ、人いる、生きる生きる、あ、頑張ります。はい、すいません、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでですね、今回はぼっちディズニーをですね、やってたんですけども、実は今ね、カメラなんで持ってんのって思った方いると思うんですけども、今回はですね、マミコと一緒にディズニーに来ております。途中ね、食べたりしてたところはマミコもね、違うところで食べてたりしたと思うんですけども、ここからのね、後編はまた次回の動画で、マミコとね、デートの動画でお送りしたいと思います。はい、ということで、ほのぼのぼっちディズニー、ちょっと寂しそうだなと思ってヒットグッドボタン、それぞれだけよろしくお願いします。ほのぼのちゃん、朝めっちゃ前髪良かったのにスプラッシュマンテン乗ってびしゃびしゃになっちゃったねと思ってヒットも、グッドボタン、それぞれだけよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイちゃん。低くなり響く音、透明